準備、火炎の実などのツタを燃やすもの、岩を破壊できる武器など。草笛の丘の洞窟は、監視塔から南側にあります。ハイラル平原眺望台から東側と近いです。入り口の岩を破壊して進みましょう。草笛の丘の洞窟に入りました。先に進んでいきましょう。ツタを燃やしながら進んでいきます。先の穴に落ちます。ココブリンが3体いるので倒します。先の右上の壁にツタがあります。燃やして先に進みます。兵士の盾、ゲットだぜ。下の場所と反対側を登っていきます。敵のライクライクが岩を転がしてくる場所に出ます。次の岩を転がすのは時間がかかるため、岩が横切ったら移動しましょう。もし岩を転がしてきたら、岩をモドレコで戻すと安全です。岩タイプのライクライクは、口を大きく開けた際の中央の岩を爆弾花などで破壊して攻撃します。岩を破壊すると赤い弱点が現れます。赤い弱点を弓矢などで攻撃するとダウンします。ダウンしたら近寄って近接攻撃で一気に削っていきます。この繰り返しです。倒したら右側に破壊できる岩があります。石をつけた武器などで破壊して進みましょう。今度は雷タイプのライクライクがいます。雷を5回ほど吐いた後、弱点が出るので弓矢などで攻撃しましょう。先に進みます。斜め上の方に破壊できる岩壁があります。岩壁を破壊して進みましょう。ラムダの財宝のある場所に出ます。ラバースーツ、ゲットだぜ。雷ダメージを軽減してくれます。強化も可能です。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。
you